どうも皆さん、おはこんばんちは、深夜です。さて、今回はルーレットを100回回すという企画ということで、以前コミュニティの方で、その日にアップデート来たらルーレット100回回すぜっていう風に言ってたんですけど、まさか本当に来てしまうとは思いもしませんでしたと。で、来たとしても、ルーレットはどちらにせよ回そうかなっていう風に思ってて、今回の目的は、カモフラージュとバードポイント取得。ということで、回していきましょう。さあ、最初の1回目は何だろうな。幸先は悪くない。さあ次はアテンプト。おお。さあ次は何だろう。カモラシ来た。よっしゃ、何だろう。コモン。今回のね、目的はもう一つあって。今のうちにスキンをコンプリートしちゃおうということで、幸先、こういうねスキンが出てもしょうがないとは思ってたけど、どんどん進めていきましょう。さあ次はなんだ、スキルだ。ドライブプラス5、これ本当に効果があるのか分かんないね。CR、確かにありがたいっちゃありがたいかもしれないけど、これ以上いらないな。さあ次は何だろう。いやー、また CR だ。次はのアテンプト、もう一回。さあ回そう。何が出るかな、何が出るかな。CR だ。さあ次やにた、ちょっとラグいな。お、これはバードポイントが、やったねー、イエス。さあ次はまたバードポイントだ、ラッキーだ。どんどん回そう、どんどん回そう。ぐるぐるぐる、おし、バードポイント、バードポイントいいよ。CR はダメだよ。なるべくね、バードポイントか、アテンプとか、カモフラージュで終わっておきたい。の、よし、バードポイントだ。いいね。素直じゃねえか。おっと、おっと、お、お、CR。さて、またスキルだ。お、これは珍しい。グレネードだ。次なんだろうな。シアラもういらねえ。次なんだ。さて、来てくれ。カモフラージュはそう当たるもんじゃねえのか。カモフラージュ、過ぎちゃダメだよ、そんなよ。行き過ぎだ、ちょっと。あれー、また CR ですかい。スキル。スキルじゃなくてね、なるべく、機関性のものはいらないんだよね。6時間こっつったらもう完全に寝てるし。よし、いいね、バードポイント。さあ、次は CR だ。よし。なんで牛なんだろう。いらねえのに。よし、バードポイントだ。あれ、スキルさっきからめちゃくちゃ当たるな。こんなにスキルいらないよ。って言ってんのにまたスキル来やがるしよ。なんなんだ、バードポイント。いいね。カモフラージュの方が欲しいな。バードポイントなんて別に。キルしまくれば別に手に入るんだ。カモフラージュ、カモフラージュ行き過ぎだよ。さあなんだなんだ、次は、アテンプス、イエーイ。さあ回そう。さて、また CR だ。次こそはカモフラージュ来てくれよ。カモフラージュ、カモフラージュダメだ、来てくれない。どうしても寸止めしやがるね。じらすね。
お、MP だ。よし、ワンポイント。いいね。おい、スキル。またですか。しかもプロフィールブロックかよ。あ、よし、カムフラージュ、カムフラージュ。あー、スキン、カム、コモンだ。おっと。さあ次もカモフラージュじゃなくて CR でしたぞ。また CR か。ちょっと勘弁してほしいな。またスキル。もうスキルはいらないよ。さて、わあ、またスキルだと。もうこれ以上スキルは本当にいらないんだけどな。だからといってシアードもいらないんだよな。ねえ、またシアードですかい。お、いいね、バードポイント。まあ、せめてね、当たるならもう当たるで、ブラックディビジョンとかさ、あとそれから SP とかそっちの方が当たってほしいよね。100回なんてまず回す機会なんてめったにないし、そっちはそっちで当たってくれたら嬉しい。 SP はね、2回当たったことが、ただね、ブラックディビジョンは1回もない。これはカモフラージュじゃないな。 CR か。また寸止めしやがった。うーん、 CR か。もう半分終わっちまったぞ。どうしよう。月に2回しか当たってね。にゃー、 CR。 くー、そう簡単に当たるもんじゃねえか。さてなんだ。カモフ、行き過ぎー、行き過ぎー。寸止めだったり、ちょっと行き過ぎたり。勘弁してくれよ。まだ CR でさえ。さて、お、お、あ、ブラックディビジョン、ディビジョンじゃなくて GP だ。この回してる回数に対して、この 15GP はちょっと、還元率悪いね。うーん、CR。また CR。もう CR はいらないよ。パートポイント。イエース。ウェルカム。もっと回せ、もっと回せ。あー、よし、パートポイント。いいんじゃない？いけるんじゃない？あー、いっちょっと、もうちょい行ってくれよ。ん？あ、テンプやったね。もう一回回そう。さあ、来てくれ、カモフラージュ。カモフラージュ、カモフラージュ、カモフラージュ、寸止めしないでー。もう一丁。よっしゃ、テンプ。神様は見ているよ。さあ、今度こそ。バードポイント。レレレレ、あったれー。ダメだ。頑張れ頑張れ。よし、カモフラージュ来た、カモフラージュ来た。よし、レア。まあでも当たる分だけいいよね。それレア度関係なし。さっきまで全然当たってなかったから、ね、それ考えると、まあ一回当たって嬉しいかなってところ。もう別にコモンだったり何でもいいって話で。よし、アーテンプト来た。よって CR。 ぐるぐる回して、さあ MP が来ました。どんどん回せ。いいね。にゃー、 CR。 バードポイントだ。
か、回れ。アテンプト。カムフラージュ。ああ、カムフラージュは来ない。シアルですか。おお、またシアル。いや、まず CR か。まあ、もう本当に好きだな、CR、本当に。カムフラージュ来た。ああ、カムフラージュ長い。そろそろ当たってほしいな、カムフラージュ。ああ、寸止め。不完全燃焼。ねえ。それなりに確率は低いのかな。MP の方がバカみたいに当たる。お、MP。ああ。アテンプト、よし。このアテンプトにかけるぜ。ま、ああ、ちゃうわ。CR。くるくる回して、くるくる回して。よし、CR だ。もう一回してみようぜ。またシアルだ。ぐるぐる回せ、ぐるぐる回せ。またシアル。シアル、シアル。もういらないよ、シアル。よし、あれも。カムフラージュ来てくれ。お、カムフラージュ来ない。はあ。今日は運が悪いね。昨日の配信でね、ちょっとレジェンダリースキンは当たったんだけど、なんと当たるところを映してなかったっていうね、問題が当たったっていうね、その喜びのね、声はね残ってるんだけど、肝心のねスキンが当たったところがね映せてなかった。あー、CR だ。また CR。 おし、え、まあ、これは結構来てるけどな。スキンが欲しいな、そろそろ。シアラもういいです、お腹いっぱいです。ごちそうさまなんで、ごちそうさまなんで、おかわりはもういらない。いらねえっつってんのにね、本当に。やめて、本当にいらないから、ちょっと頼むわ。MP はまあ歓迎だけど、そろそろカモフラージュスキン着てほしいんだけどな。わお、ファック。また CR だ。まあ、どうせまた CR なんだろう。もう分かってるよ、俺は。お、アテンプト。やるね。俺にどうしても回してほしいってか。ほほ、またもう最後はカモフラージュ来たよ。まあ、コモンだ。はい、ということで、まあ、リザルトとしてはあんまりよろしくないね。まあ、けど、ちょっとね、いくつかスキンも集まったというところで、M4 のスキンは多分この枠だと残り4つかな。あと、それから、AK105。これじゃまだなかなか揃ってないからあれだけど、もうちょいですよ。まあまだまだ時間かかりそう。AKMS はまあちょいちょい揃ってる感じだからな。まあ徐々に揃えていこうという形で。頑張っていって。で、これがこの前の配信で当てたレジェンドリースキン。見た目的にはね、あんまり
なんか本当にかっこいいのか、かっこいいっていうか、いいスキンなのかなっていう、ちょっと怪しいライン。うん。けどまあ、別に悪くないかと。で、他のスキンで、まだね、AK-105 はね、コモンの、ね、スキンしかなくても、レジェンダリーとか当たってないんだ。で、AKMS はレアのスキンがいくつかあって、このレアスキンと、あとそれからさっき当てたレアスキンかな。なんかいまいちだな。もう最初からあるレジェンダリースキンの方が普通にかっこいいような気がするんだけどな。うん。こいつの方がよっぽどかいい。ということで、まあ、とりあえず今回のリザルトとしてはこんな形になったんですけど、まあ、100回回したところでまあ必ず全部コンプリートできるっていうわけでもなく、時間がかなりかかりそうな気もしますけど、まあ、GP に余裕があれば、まあ、スキンがね、本当に欲しければ回してください。ただ、回すのはお勧めしません。回すんだったら、普通に他の GP 武器買った方がよっぽどか利口ですね。ということで、まあ、ルーレットの回し次には注意ということで、まあ、以上、今回の動画でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. See you next videos. Bye bye!